ジェラール・シバルディ・ジェラール・シバルディは、フランスの政治家、左官職人。トロツキスト政党、労働党パルティでトラーバユアに所属。マイアック・メイルハック市長。2007年フランス大統領選挙に、同党から立候補するが、第1回投票では、得票12万3540票で、全候補者中、最下位に終わった。1950年王都県ナルボンヌに生まれる。 1970年から左官職人として働き始める。1973年から1988年までオード県の左官職人組合理事長を務めた。1975年フランス社会党に入党する。1989年マイアック市議会議員選挙に立候補する。1995年同士第二副市長を経て2001年マイアック市長選挙に 立候補する。ジバルディは市民サービスの向上とコミュ,ューンの独立性を主張し当選する。2002年労働党のダニエル・グリュック・スタンと出会い、彼に共鳴し、2002年フランス大統領選挙ではグリュック・スタン陣営に参加した。2003年7月ジェネスタス衆議会議員に当選、同時に社会党を離党する。ジバルディは独立社会主義者を自称し、無所属。 無党派の立場を取る。欧州憲法批准問題では反対の立場に立ち、2003年9月20日、欧州憲法反対派を急合し、拒否の勝利全国委員会コミテ、ナショナルポア・ラビクト・アール・ジュボート・ノンを設立した。2004年、市民サービスコミューン防衛全国委員会、コミテでデフォンスでコミューンズ・イデ・サービス・パブリックスを設立。同年11月18日、 民主主義再獲得委員会込みテ、ナショナルポアラリーコンクエテデラデモクリシーの支持候補に選出された。2007年大統領選挙に立候補した。ありがとうございます。